やっはろー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジラジオ木浜です。はい、現在10月16日日曜日の午前3時3分になろうとしてますね。はい、ただいま農民関連3話、宇崎ちゃんダブル3話、そしてスパイファミリー15話、そして、ボッチドロックの2話見終えて、ここからはアベマ TV で3時ですね。もう3分前に上がりました。4人はそれぞれ嘘をつく1話ですね。これ面白そうなんでね、見ていこうと思います。なおアニメ本編は再生されませんのでご注意ください。行きましょう。はい、3、2、1スタート。橿原ジョバ君、これ受け渡しやってましたね。最近雇ったメイドが怪しいと。美味しそう。UFO、 このナレーションの声聞いたことあんな。ニノ B エアバンド、いやこれ絶対おもろい。 PV 見たけど思いそうやった。あ、 PV ちゃうわ、あらすじ読んだだけですけども面白そう。 PV なかったんかな。宇宙人と忍者とサイキックと、これ男子？関根さんが男子ってことか。注意、関根ね、アキラ。やばんのかぽい。なななななななってなんか聞いたことあるな。日常のオープニングみたいな。制作委員会は嘘つく。なんか制作委員会すぐ死ぬみたいな。という4人の秘密。納豆だけ。ほう。宇宙人ないね。あ、大佐って感じだな。パピパパパルドルリッロリ宇宙人リッカほう。ちょびりごいび古い。96年や。忍者？父親やから
乙女忍者チヨ、だいたいチヨってなんか忍者名で多いな。学園長いるうち、なんでや。そら命狙われるわ。飼い犬に噛まれた。汗。なるほど。ここがサイキック。ああアーニャね、アーニャ。ほんまやな。死ねというのか。で、男なんや。女装男子、翼、かっこ強し。あ、双子の姉か。なんでや。ジェニーズの、ああ。従われと殺す。喧嘩番長乙女やないか。ロリスより強すぎ、色気に欠けすぎている。なんでや。あ、同性限定なんや。おお。ドキーン。なんかあんねやろね。ログアウト。エースパイロットなんやね。グッバイだ、あれおしまい。あれグッバイだって、ああ、ああ。ショートアニメか思ったわ。田中千恵美さん。
いや、多分違うこと言うな、これ。いや、手裏剣飛んできた。完全に手裏剣飛んだね、今。いや、かく、ち、帰り違う。月のもの、いや、ち。わかるー。わかる。あ、棚、なんで棚に乗ってんの。お星さみの。触覚、これ触覚なんこれ。彫刻。ほう。何人手にかけたのね。塩素ガス。人類の前言うてね。パフ。あ、追ってか。こっから出んのかい。そうそう、これ本間らしいね。あ、本猫が出たか。五兵か。トリビアの泉、誰か分かんねん。若い人知らんぞ。
あ、人形や。あ、これで洗脳してんのね。あ、こぼさないでね。警告、アンケ様じゃないね、敵兵一名が接近しています。だいたい3メートル。あれ1。いやいやいや。あ、地球人三人に聞きました。関根の顔。地球誕生何年前知らんぞ。あ、そうか、46億年物語ってあったな。地球の何兵率？いやいやいや、なんでやねん。アホなだけ。おわ。あれ？おお、忍者やからか。いや、忍者から反撃したな。濡れて誤作動したのに。ほぼ自白した。
どこが貧血やねん。カイジ。嘘つきは友達の始まりね。千代が村上夏美さん、関根、あ、桜奈さんか。で、千代、次が半めぐみさんね。ちょっと後でもう一回キャスト見させてもらいます。21分50秒ぐらいとかね。そう、あの千代って忍者の名前やなって、なんやったっけと思ったら、プリンセスプリンシパルが確か千代って言えなかったかな。プリンセスプリンシパル1回しか見てないんですけどね。あとあれもそうや、骸骨騎士様の忍者の女の子も千代やったしね。富田美優さんやったやつね。フォーフォーフォーエバー。おもっくそ逆アニメだな。シーパートありそうやね。あ、じゃあ日直席ね。なん、あ、文化祭。オッケー。いや面白いこれ。ちょっとどこだったっけ。この辺か。この辺か。あれ。あ、もうちょい前か。姉が翼なんやね。あ、芹沢優さんなんや。あ、役ならマグカップのくくりみかですね。芹沢優さんね。そうか、上野さんは不器用の上野さんやね。マスクマ、あ、あれ金田智子さんやったんかい。あ、ナレーション大塚芳忠さんか。はあはあはあ、さっき聞いたことあるわこれ。パンチラ女子のセクニオネさん、セクシオネさん、それ分からへんな。いや、こもろいな、こもろいわ。今期のギャグ枠かな。今んとこ今期ギャグ枠ってなんやろ。ギャグ枠はでもギャグ枠としてはこれが一番おもろいかな。え、今期のギャグ枠ちょっと調べさせてください。今期のギャグ枠って、あ、そっか、まだ1話しか見たけど、不徳のギルドおもろいな。これほぼギャグやね。で、秋葉メイド戦争はギャグではないな、おもろいけど。あ、クールド時代もギャグではないか。うん、これやね、これがっつりギャグやな。これがっつりギャグやね、4人はそれぞれ予想する。これはおもろいな。はい、ってことで。
これであの、D アニメストアやったかな、で、新規でバンと上がってて、PV が確かなかったんですよね。で、確か調べてみて、あらすじ見ておもろそうって思った印象だけやったんで、ちょっと内容忘れましたけど、めちゃくちゃおもろいな、これ。うん。まずは、大佐やね。立夏が、宇宙のなんかパッパッピッピッポッポッポッなんだら大佐ね。で、なんか、戦闘中に墜落したって言ったかな。で、このぬいぐるみを使って、記憶改ざんをしたかなんかでみんなまあ騙してるというのと、で千代は、忍者で、学園長を、暗殺に来たけども、普通の生活これなんで普通の生活したんかな、それ言ってなかったよな、を、まあ、抜け人になって普通の生活してるために、毎日追っ手に追われてるとそれ撃退してるのね。で関根は、サイキッカーなんか組織に番号埋め込まれてどうのこうのだな、これ後々出てくるのかな組織とか、でも私はそんな気にしない言うてましたね。だ関根だけは知ってると二人の秘密を。で翼はほんまは強しで 男やと。でそれが、姉が何、その強しが受かった男子校にジェニーズのなんとか君が来るから行きたいってことで入れ替わったということね。乙女番長喧嘩番長乙女みたいな設定ですよね。うん、でまあやっぱそれぞれのその特徴ががっつり生きたギャグで、いや面白かったね、むちゃくちゃ笑ったわ、腹ちぎれるぐらい笑いましたね多分ああ面白かった。これでも D アニメストアで火曜日の予定やったから火曜日見るもんなくなったわ。あまあまあそれはまた置いときましょうか。あこれは楽しみですね。しかもこれ3時からやからね、遅いな、ちょうどいい。その今ね、なんていうか農民関連で宇崎ちゃんスパイファミリー、でボッチザロックと見てちょうど3時だったんですよ。見て全部の作業を終えて、うん、でまあちょっとあとあと2つあんな、ビーストテーマと、もう一個なんだっけ、悪役令嬢なんでラスボス買ってみましたはちょっと日曜日のね昼、まあ今日ですけどもに回したいと思います。はいこれ3時楽しみですね。はいということで、4人はそれぞれ嘘をつく1話でした。あちなみにこれツイッターだかななんかでね、たまたまツイッターじゃないな、なんかヤフーニュースかなんかで見たんかな、同じ雑誌に掲載されてるらしくて、最近雇ったメイドが怪しいと、この4人はそれぞれ嘘をつくのねコラボのねイラストがあったんですよね。これぜひ見てみてください、よかったです。はい、以上ですね。よかったらチャンネル登録高評価またコメントなどよろしくお願いします。はい最後に僕の自己紹介軽くね、はい普段僕は子供向けのパフォーマーであり大道芸人やっております。で、主にね、幼稚園小学校、保育園小学校子供会などでやればできる諦めないを伝えたくてねパフォーマンスしてますが、現在ね2年8ヶ月ほどもうコロナの影響で仕事が全くありません。ほんまに貯金だけで生活しております、なんとかね。そんな中で、いつの間にやらアニメのリアクションをスタートして今日で934日やってるんですけれども、このね13年以上使ってきたねこの大道芸人のチャンネルで、ちょっとリアクションをねやりすぎたおかげでこちらをサブチャンネルとしてね、まあ、アニメのリアクションで残して、9月13日に本職のパフォーマーの、ね、チャンネル新たに立ち上げましたんで、ぜひ応援してやろうかなっていう方がいればですね、説明文に URL 載っけてますんで見てやってください。毎日19時に動画1本だけ投稿してます。はい、応援よろしくお願いします。はい、で過去のアニメのリアクション動画再生リストに作品別にまとめてますんで、ぜひともチェックしてみてください。以上アニメリアクション職人ことマジラジオ芸人浜田、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。